スタンドアップ VTB013 第13回です。今回は、開封動画の方をお送りしたいと思います。最近開封動画の方が多いんですかね。まあプレイマットの方ですねの注文などでの、トレードの方が多くて、結構開封動画の方が多くなりそうですが、今回のお相手が、こちらですね、鈴ヶ森蓮さん、0108スターさんですねの開封動画の方をお送りしたいと思います。まあ、この物がこう一般的な封筒のような形で入っています。ではじゃあ早速開けてみたいと思います。セロハンテープで、ちょっとセロハンテープだけだと結構これ簡単に開けられてしまうので、まあできれば本来はのり付けの方がいいかなというふうに思います。中身はこのような形ですね。では早速出していきたいと思います。はい、まあサランラップで進められていますね。これも結構皆さんこういう形でサランラップでという方が多いですね。で、こちらオリパと、でこれメインですね。じゃあオリパの方から開けてみたいと思います。スリーブ、このスリーブも、何か柄がこう周りに入っているようなスリーブで、オリパとで1枚スリーブ、2枚目のスリーブ、皆さん厳重ですね。ありがとうございます。では、まずオリパの方、ハイドックブリーダー、はい、ありがとうございます。ハイドックブリーダーは、ね、結構使うんでありがたいです。ありがとうございます。そして2枚目、サベージウォリアー、ありがとうございます。立ち風ですね。で、3枚目、あ、ドラゴンナイトアリフ、これも嬉しいですね。アリフ軸ちょっと作ろうかなと思ってるんで、はい、そして、4枚目バーミリオンゲートキーパーですね。で、5枚目お、あ、これ超嬉しいです。ありがとうございます。ジャガーノートマキシマム、今スパブラ組んでるんでね、ちょうど足りなかったんですよ。ありがとうございます、これ嬉しいです。はい、そして、6枚目、お、ギガレックス、これも嬉しいです。ギガレックスね、実は立ち数でギガレックス今必要だったんでかなりありがたいです。ありがとうございます。オリパでこんなに豪華な感じでいいんですかね。嬉しいです。それでは、メインの方ですね。メインの方も、ゴールドのスリーブの方に入れていただいています。では早速、見ていきましょう。で1枚目突風の陣ですね。ありがとうございます。これでグランブルがっちり組みますね。はい、そして次ドン、アークバードですね。アークバードの方が1、そして2、3ですね。はい、これは、言っていただいた通り、あ、でこれ先のスリーブに入ってますが、はい、こちらドン、はい、ガンスロットですね。しかもこのガンスロット SP です。ありがとうございます。ガンスロットさん、ありがとうございます。はい、そして、最後ですね、ドン、はい、ブロケードです。しかもこのブロケード、これまた SP です。SP2 枚確かにいただきました。鈴ヶ森蓮さん、今回ありがとうございました。本当に欲しいカードはね結構たくさん、しかもオリパで欲しいカード結構入ってたんで嬉しいです。それではこちらの方から荷物を送らせていただきたいと思いますので、楽しみに待っていてください。今回は開封動画の方をお送りしました。それではまた VTB ライド。